これで入ってますね。なんかプラグインより聞きが聞きというか、VU メーターの触れが遅い気がするけど、これアタックが遅いからか。あんなわけないな。インプットが弱いんだ。はいはい。インプットをもうちょい突っ込みますね。はい。で、インプット突っ込んだらコンプかかるので、でアウトで調整します。はい。うん、はい。まあ、こういう感じですかね。おお、はい。で、アタックがかなり強く触れてて、で、10時10分ってどっちだ。はい。まあ、こういう感じですかね。はい。どういう感じでしょうか。で、インサート、とりあえず、ちょっともう一回切ってみますね。ポンプ切ると、まあ、こういう感じです。まあ、VU メーター触れてるけど、実際は、センドリターン通ってないので、コンプかかってないんですけど、これかけると、こういう感じになると。まあ、SN73SPX は、ヘッドアンプとして、めちゃくちゃ SN がいいので、これ今ノイズほとんどないんですけど、まあ、1176通ると、まあ、ノイズは増えますね。通るだけでまあまあノイズ増えますね。まあこういう意味ではまあチャンネルストリップがやっぱすごいなって感じがありますかね。ノイズの増え方がちょっと大きいかなって感じしますね。外部なんで。はい。ただ、どうなんでしょう。気持ちいいのかな、これは。まあ音的にどうかですね。ちょっと EQ 切ってみるとこういう感じで、まあ、っていうか、うん、まあ、とりあえず EQ かけてみて見ます。あ、ちょっとハイがでかいな。ハイをちょっと弱めますね。はい。まあこのぐらいにしときます。はい、まあ、このぐらいですかね。はい。で、コンプのインプットもうちょい突っ込むともっとリダクションされるんですよね。で、アウト下げると、ちっちゃくなっていくんで。はい。まあ、このぐらいですかね。はい。まあ、これめちゃくちゃもう今、20デシベルぐらい触れてるんですけど、って感じですね。で、今が、あれ？レシオなんだっけ？あ、これで元気だ。レシオは、4対1。で、これに切り替えたり、これに切り替えたり、20にしたり、まあ全押しもできるんですけど、まあ圧縮の仕方が結構急になるので、音的には歪んでくるかなっていう感じですね。はい。まあ4対1にしときます。うん、まあ使い方としてはこういう感じですよね。うんうん、まあ実機のコンプ、単体初めてなんですけど、ちょっと今日は届いてすぐのテストなんで、まあ感触分かってないけど、とりあえず感触はいいですね。でもうちょいちょっとインプットを、はい、下げます。はい、もうちょい適度な量にしといて、波形小さくなったのでアウトで上げていきます。はい。まあこのくらいですかね。はい。まあこのくらいがちょうどいいかな。まあもうちょいインプット少なくてもいいけど、うん、
でアタックを、最速にするとこういう感じで、リリースも最速にするか、はい、アタックもリリースも最速にすると、V メーターの動きがもうバン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 戻りますね。はい、まあこういう感じでもいいでしょうし、うん、まあリリースをもうちょい遅める、はい、まあ、リリースもうちょい遅めると、まあコンプかかっている時間が長くなるという感じですね。はい、はい、というわけで突然話し始めてしまったんですけども、ユニバーサルオーディオの 176LM が届きました。で先ほど届いて、うん、でこれ知らなかったんですけど、まあ、とりあえずまあ、新品ですし、天板とかピカピカなんですけど、ここ前面はブラックなんですけど、上とかサイドはシルバーですね。シルバーの、まあ、削り出しっていうか、そういう感じなんですけど、で裏にはですね、まあ、電源がさせて、電源スイッチはないですね、表にも裏にも。でインプットとアウトがあると、 XLR の端子があるという感じになってます。うん、まあ使っていくとこのガリがなんか出てくるみたいなことは言われてたりするんですけど、まあ、今は特に感じないですね。うん、ということで土定番のコンプが届きました。まあちょっと使いこなしていきたいんですけど、うん、感触はどうなんでしょうね。ちょっと一回もう一回聞いてみようか。はい、これが、コンプをバイパスした音ですね。バイパスしてるので、うん、マイクプリと EQ、イゼナーサイン SPX でコンプかけるとこういう感じになります。まあ圧縮されて太くなりましたかね。うん、そういう感じしますかね。でここにある LL90M2 が、オプトコンプ、光学式のコンプなので、まあ、そっちの方がなんかギューってこうクリーンに圧縮っていう感じですかね。でこっちは、フェットコンプなので、まあなのでっていうか、多少気持ちのいい歪みが加わってるのかなっていう感じしますかね。うん、まあ、20なんかにするとまあもうちょい汚れていくっていうか、圧縮の角度がこうこんぐらいになるので、まあ4対1だとまあ角度が緩やかってことですね。まあこれでギターとかボーカル取ったら、まあ、楽しいかもしれないですね。うん、で外観なんですけど、これ今ここの全面揃ってるように見えるかもしれないですけど、1176はデプス、奥行きが狭いですね。うん、マンレーコアぐらい狭いですね、奥行き。普通のアウトボードこのぐらいだとしたらこのくらいですね。うん、なのでなんかラックケースなしでこうやってやってると不安定ですね。この下が空洞なので、うん、ちょっとなんか揺れると落ちちゃうみたいな感じなので、まあこれ知らなかったんですけどね、これをまあ2台一緒に使う場合はやっぱラックケースにあった方がいいですね。で、まあ、1176は 2U でここにある
LA60R と同じサイズなので、フォーカスライト ISA2 があって、その下にシェルフォードチャンネルあるんですけど、シェルフォードチャンネルとこの1073 SPX を入れ替えて、LA60R と1176入れ替えようかなって思ってますかね。そうすると、まあ、フォーカスライトがマイクプリだけ。これがマイクプリと EQ。で、コンプ単体っていうね。最強コンビになるので。で、まあ、シェルフォードとか LA60R はもう単体で、チャンネルストリップなので、マイクプリ EQ コンプってことで、使えますね。で、まあ、機材、もろもろ整理中なんですけども、手放したりしつつあるんですけど、アウトボードはまだ減ってなくて、オーディオインターフェースはちょっと減ってるんですけどね。うん、もうプリズムサウンド、ライラ2と、今撮ってる288の、だけにしつつあるんですけど、アウトボードをどうしようかなと思って、うん。なんか、まあ、それぞれいいので、あ、それぞれいいんですけど、あんまりなんかいっぱい持っててもね、なんか習得できないというか、その使いこなせないので、うん、どうしようかなと思ってますかね。ちょっと別の部屋に今ランチボックスがあって、エバトニングデザインの R6 とソリッドステートロジックの SSL6 チャンネルと、あとエバトニングデザインの551だっけな、テープエミュレーターがあるんですけど、まあそれは手放してもいいかなと思ったり思わなかったり、うん、してますかね。なんか SSL、 まあめちゃくちゃ人気あるのは分かるんですけど、僕的には2部の方が好きで、うん、2部とマンレイの方が好きですかね、うん。ただまあその SSL の6使うとめっちゃ使い勝手いいし気持ちいいんですよ。551も552だった、まあ、テープエミュレーターもすごくいいしっていうので、で ISA2 最近使ってないんですけど、まあいいんですけどね。であれだ、ちょっと、まあ、その話よりも、EQ の順番を変えられるんですよね。どれだっけ、プリっていうボタンがあって、プリがこれですね。これがですね、マイクプリ EQ でコンプに行ってるんですけど、マイクプリコンプ EQ にできるはずなんですよね。ちょっとそれやってみますね。はい、お、はいはいはい、あれ逆かな。はい、今プリ押しました。プリ EQ ってどっちなんだろう。なんか EQ の後にコンプかかった気がする。プリ EQ どっちなんだろう、ちょっと調べますね。プリを押すと EQ ステージの直前にリターンがある。プリ EQ ってことでやっぱそっか、マイクプリコンプ EQ ですね今。うん、なんか逆な気がするけどな。はい、今は、うん、これを押すと、はい、マイクプリ EQ コンプでしょうね、説明によると。で、これ押すとマイクプリコンプ EQ ですね。はいはい、
でマイクプリコンプ EQ だからまあ EQ のかかりは強いんですけど、まあ調整すると、うん、いう感じですかね。ちょっとまあいつもごっちゃになるんで覚えたいんですけど、はい、ちょっと電源切れてしまったんですけども、とりあえずまあプリで結構音が違うということですね。はい、このプリで結構音が違うと。でこれがあのマイクプリ EQ コンプですね。うん、でこれでマイクプリコンプ EQ なんですけど、こっちの方がなんか気持ちいい感じしますね。うん、今日の感じは、はいはい、マイクプリの次にコンプかかって EQ かかってるはず、うん、ですね。うん、まあこれがオフの状態ですね。これはコンプ今通ってないんですけど、これでコンプ通ったということですね。うん、まあ、今日はちょっとファーストインプレッションということで、とりあえず1、7、6つなげて話しました。ごちそうさまでした。